ございます。ホスグルヤオイです。皆さんホスラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。今日の企画はもうここどこか皆さん分かりますか？今日の企画はですね、すごいホストちゃんに会いに行ってみたということで、今回はクラブレッドにお邪魔したいと思います。レッドといえば初回で入れないことがめちゃくちゃ多くて、もう今女の子の中でも話題のホストさんがいっぱいいるお店ですね。そして神セブンがいらっしゃるお店となっております。私が今日会いに行くのはですね、神セブンの中のお一人なんですよ。もう神セブン、今もう神セブンが映ってる中でも、いや違うんですよ、あゆむさんでもハッシーさんでもホックさんでもなく、麦さんでもなく、はい、クラッサー、あ、来てない、たけるさんでもなく、じゃじゃーん、ドルミユーさんです。はい、行ってきます。見てください、このレッドの赤い文字、もうかっこいい。失礼します。あ、すいません、今日はドルミユーさんに会いに来たんですけれども。はい、あー、ビップルーム、あ、失礼します。はい、失礼します。ちょっと緊張してきた、本当に緊張してきた。それかっこいいかも、絶対かっこいいよね。あ、すいません、ご一緒失礼します。失礼します。はじめまして。写真通りですね。どうですか、めちゃめちゃ嬉しいです。なるみゆさん、なるみゆって言います。今日よろしくお願いします。なんて呼んだらいいですか？あ、ゆうくんとかで。じゃあゆうくんで、はい、わかりました。緊張しちゃうな。どうですか、今日はおいちゃんのために僕のオリシャンを4種類。本当ですか？すごい、ありがとうございます。嬉しい、見たい。うわすごい、ちょっとかっこいいな。並べてもらって、ゆうくんのこれ全部違うんですか？うわ違う、全然違う。はい、ちょっと皆さん、これがかの有名なオリシャンですよ。イベントの時に作られる限定のオリシャンですね。個人的にはこれ好き。個人的にこれが好きです。王子様みたい、白馬の王子様。それめちゃめちゃ調子乗っちゃって、いやいやいや、めっちゃかっこいいこれ。じゃあ乾杯、いただきます。乾杯、いただきます。いや、なんかゆうくんに今日は会いに来たんですけど、あのゆうくん顔面国宝って言われてるみたいで、本当に私ちょっとあの写真結構見てたんですけど、実物めちゃくちゃかっこいいですね、もう本当に。いやもうそんな顔面国宝とか言われるほどのあれじゃないですかね。いやいやいや、なんか恋愛とかで高校生の時とかでもいいんですけど、どんな子がタイプだったんですか？どんな子がタイプとかはないけど、本田翼の顔とか好きです。本田翼ちゃん、翼ちゃんちょっとハードル高いな。ちょっとハードル高すぎてちょっとびっくりしちゃった。じゃあ女の子に条件で3つ言って、欲しい条件3つ。3つ欲しい条件、うん、条件か、女の子が一緒にいて、笑ってくれる子とか。笑ってくれる子、あと嘘つかない子。嘘つかない子、あと一緒にいて落ち着く子。一緒にいて落ち着く子。じゃあ、あともう一個あるとしたら。あともう一個あるとしたら、本当に全然こだわりとかなくて、じゃあまあ俺のことかっこいいって言ってくれる子で。おお、なんか今の心理テストで何番目が大事かって言ったら、4番目の最後にもう一個出してって言ったやつが一番大事っていうか求めてる答えなんだって。で、その 4個目があの一番考えて出した答えなんて、だからなんか求めてる、だからかっこいいって思ってくれる子が一番求めてるって。あ、めちゃめちゃ恥ずかしいですね。めちゃめちゃ恥ずかしい。いやいや、もしなんですけど、私をデートに連れてくれるならどこ連れてってくれますか？もう葵ちゃんが行きたい場所に。本当に？じゃあディズニーランドって言ったらディズニーランド行ってくれる？もちろん。なんでグッと回ったの？ディズニー行ったらやっぱやりたいじゃん、誰しも一緒のなんかカチューシャつけてみたいな、写真撮りたいなってめっちゃ思う。ゆうくん写真撮ったらもう本当にすごそうだから、ずっと多分私ホルダー見返してるわ、ずっと。ちょっとお願いがあるんですけど、ツーショットの写真撮ってもらっていいですか？もちろん。やったー。でも私の加工すごくてさ
格好すごくて大体のホストさんギュンってなるんだよね。遠慮してるよね。もっといつももっとくっついてほしいとか、あ、もっといつもあれなんです。肩組んでくれとかすごいいろいろ言うのに、今日はちょっと今日結構照れがあるみたいで、やだ、ちゃんとお願いして。あ、いつもこういう感じではないです。すいませんでした。すいませんでした。もうちょっと近づいてもいいですか。照れるな、本当に。これどこの角度がいいかな。肩組むか。本当にいいの。ちょっと待って、姉ちゃんかっこいいな、本当に。マジやばい。はい、目つぶって取れたかな。これやばいんだよね。これやばくないやばい。これ写真の醍醐味です。すいませんね、本当に。本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。本当にすいません。なんか今、バックハグ選手権っていうのを開催してまして。バックハグ選手権。はい。あ、なんかシチュエーションは一緒に考えてもらったりしてるんですけど、あ、分かった。髪の毛乾かしてくれてて。髪の毛乾かしてて。そう。髪の毛乾かしてくれて、不意にバックハグ。え、そのバックハグしてから何か言わなくて。そう、言ってほしい。なんかセリフを。うん、決めた。決めた。え、早いね、本当に。3、2、1。ちょっと。髪の毛乾いた？うん、もう少しかな。本当に？うん、もう少し。風邪ひかないようにしない。うん。眠くなってきちゃった。半乾きでもいいよ。どういうこと？待って待って、どういうこと？全然ちょっと待って、どういうこと？ね、今の何？ね、今の何？ちょっと説明してほしいんだけどね、何今の。もう一緒にもうベッドに行こうっていう。あ、そういうこと。もう全然半額きでも伝わんなかったな。結構深かったんだな。深かったね、めっちゃ深かった今。もう一回違う言葉で。あ、もう一回違う言葉で。